笑っとるんじゃ。笑ってるのは嬉しいからだよ。うん、姉さん、みんなと本気になってくれて。本気の両兄姉ちゃん相手なら負けて死んでも思い残すことはないよ。まあ簡単には負けないけどね。ごめんね、ちょっとだけ元に戻らせて。あの状態だと話しづらいから。お姉ちゃん、最後に言いたいことがあるの。言いたいこと？リョウビちゃんに死んじゃえって言われたこと、気にしてないってのは嘘。やっぱりそうだったんだ。ごめんなさい、リョウビ、なんて謝れば。ううん、謝るなんて逆。お姉ちゃん嬉しかったんだよ。え？ずっとお姉ちゃんの後を子犬みたいについてきていたリョウビちゃんがあんな風に反抗するようになって。ああ、成長したんだな、大人になったんだなって本当に嬉しかったの。だからリョウビちゃんとリョウナちゃんも忍びになったら、姉も妹も関係なく同じ女の子として一緒に競い合ったり悩みを相談し合うのが本当に楽しみだったの。そうしたらまたきっとリョウビちゃんと仲良くできるって思ってたのよ。でもお姉ちゃんは死んじゃって、それができなくなって。だからね、謝るのはお姉ちゃんの方なの。ごめんね、死んじゃって本当にごめんね。これで言いたいことは終わり。さあ再開しましょう。リョウナ、死ぬ気で気合い入れなさい。わかった、うんと気合い入れるから。リョウビちゃん、いつものちょうだい。このバカ犬のメス豚、絶対に勝つわよ。パオワオワオー、ブヒブヒブヒーン。おら、妹だろうが親だろうが私の目の前に立つやつはあのってねじゃを前掲げるわ。リョウナ、悪の誇りを前掲げちゃう。リョウ、鎮魂の夢に沈みます。最終戦勝負、あなたの命これはどう、私がもらいます。天使さん、お願いね。ほら、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 よけてみようぜ。
いざまずけ。許さない。腹を立つ負けろや。
二人の成長をしっかりと肌で感じられたわ。もう心残りなんてない。リョウキ、よくみんなの壁になってくれた。心から礼を言うぞ。さゆり様。うん、リョウキさんは本当強かったです。アスカさん、目を覚ましたんですね。リョウキさんは壁じゃなくて盾でした。だって私たちのために体を張って戦ってくれたんですから。忍びにとって必要な力、刀と盾、リョウキさんから教わりました。ありがとうございます。うん、それではこれにて忍びの盆踊りはしまいとなる。優勝は比率蛇女子学園じゃ。いや、リョウキとの最終戦では私たちは何もしていない。優勝したのはリョウビとリョウナだ。なるほど。では優勝したフォービ、カグラについてじゃが。待って、リョウビは姉さんに先に負けてるから優勝は無効だよ。それに私はカグラのために忍びになったわけじゃないし、ヨウマと戦うことが任務になったら命をかけて戦うから、悪人の誇りにかけて。そうか。私たちはカグラへの道を諦めたわけじゃないぞ。サユリ、早く体調を元に戻しておけ。元の世界に戻ったらもう一度挑戦しに行くからな。そして私はアスカより早くカグラになってみせる。オムラちゃん、また私を引き合い？ばっちゃん、私もカグラになりたいんだからね。早く元気になってまた相手をしてよ。ああ、いいじゃろ。二人ともいつでも来るといい。私たちも忍びとして成長し、必ず神楽となってみせます。いつでも見守ってくれている大切な人がいるのですから。それでは三神楽三姉妹、終わりの儀式の準備じゃ。はい。リョウビちゃん、リョウナちゃん、お姉ちゃんは世界で一番幸せなお姉ちゃんだったわ。リョウビたちも世界で一番幸せな妹だったよ。リョウナちゃんも絶対そう思う。ありがとう、お姉ちゃん。リョウビちゃん、リョウナちゃん、ありがとう。さようなら。永遠に大好きよ。あれ？ばっちゃん、忍びの盆踊りは終わったんだよね。それなのになんで元の世界に帰れないの？当たり前じゃ。まだまだ神楽千年祭は終わらんよ。え？忍びの盆踊りで誰も優勝しとらんじゃないか。まあ確かにそうだな。というわけで第2回ドキ忍びだらけの水上運動会、ポロリもあるよ。開催決定じゃ。え？
たんじゃ上達。要は忍びの盆踊りの再会ってことじゃ。それは望むところだが、さゆり、お前の具合はどうなんだ？私のことなら心配無用じゃ。スタミナドリンクを100本飲んだから完全復活じゃ。よかろう。ならば今度こそ誰が一番強いか決めようじゃないか。決める？確かめるの間違いじゃないのか？私が最強ってことを。よし、私も頑張るからね。みんなには絶対負けないんだから。ユミちゃんどうしたの？急に笑い出して。いえ、皆さんたちとの暑い夏がまだ続くかと思った。なんだか楽しくなってきて。楽しい？まあそう言われてみればお前たちと戦うのは面白い。当然だ。真剣勝負は楽しいに決まってる。さあ、ヤグラはどこだ？ヤグラを持ってこい。ユミちゃんの言う通りだね。この夏はすぐには終わりそうにないよ、きっと。はい。忍びの定めは死の定め。影に生まれて影に散る。忍びの定めは死の定め。それでも少女たちは忍びの道をひた走る。片道切符の運命と知ってはいても、止まることなどありはしない。戦って泣き、戦って笑う、戦って怒り、戦って悲しむ。それが少女たちの青春である。鮮烈で寂しく、孤独で熱い。自分のためでなく誰かのために命を懸ける。だから忍びの命は儚い。それは虫けらのような路上の屍。だから忍びの命は報われない。それは誰も知らない名もなき穴。故に輝く一瞬の命、それが戦乱神楽なり。Ha ha ha!
でね。永遠に忘れることができない奇跡のような8日間の終わりでした。
ついちゃった。